前回のあらすじ、残りの城一つとなった斎藤をなんとか滅ぼして配下を手に入れたい霊夢たち。しかしそのためには織田の力がどうしても必要だった。なので武田への侵入を発し、その後すぐに織田へ侵入という行動に出る。その動きまさに真田昌幸のごとし、黙れ。なかなか中納言女人が来ないことに焦りを感じた義頼、自らも姉が皇子姓を名乗る。1561年11月、巧みに攻城戦を開始してなんとか斎藤家最後の城、大垣城を制圧、竹中半兵衛などの優秀な武将を全員登用することに成功する。なお、なぜかその際に一部の視聴者のスマホが爆発した模様。前回榊原康政を発掘した頼綱、その後も次々と優秀な武将を見つけ出す。そして動画の最後にはなんと本多正信まで引き当て、さらに戦力を高めていくのであった。ふふ、頼綱のおかげで我が軍はどんどん強くなっていくわね。前回ので優秀な武将たちがかなり入ったから抜かれないように気をつけないとだな。そのために正信たちが入る少し前に武用を設定したわ。パワーアップキットから追加された要素だな。武用に武将を任命することで新しい政策を発令できたり、今ある政策の維持費を削減できたりできるのよ。さっき阿蘇や直盛を任命したことで領土保全の政策が出てきたな。この政策は家臣が地侍召集の愚臣を行えるようになったり、領地を持つ武将の忠誠がプラス1されるようになるわ。なかなか武将の忠誠を上げる手段が乏しいからありがたいな。そうね、こんな風に抜けられることも減っていくはずよ。逃げられてんじゃねえかよ。あ、今半兵衛や康政とかだったら面白かったのにって思った人、エアコンから水漏れする呪いをかけておいたわ。なんだよその地味にめんどくせえ呪い。さて、そろそろ朝倉を攻略していこうと思うわ。目標は大野城か。ここには明智光秀がワンオペで酷使されてるから私たちが救いに行かなきゃね。こっちに来たらさらに酷使されるだけだろ。前やった宗家とは違うんだからワンオペとかしないわよ。さあ、大野城へ出陣準備よ。じゃあ、タイミング悪すぎんだろ。こりゃ一旦中止かな。皆さん楽しみにしていた大野城への出陣ですが、雨天により中止となるとでも思っていたの？戦は遠足じゃないのよ。いや実際だって雨で戦えなかったことはあるだろ。さて今回の合戦、部隊数も兵力も相手の方が上で不利な状況となっているけど、スペシャルゲストとして信長さんが来てくれてるからなんとかなると思うわ。思ってた以上にスペシャルだった。あとは信清さんと佐久間さんも来て合計4万ね。ちょっと待て、それじゃあこっちが出した兵数は6000ほどね。算数もできないのマリサ？何腐ってんだろお前ら。これぞ中納言の力よ。じゃあ今すぐ心中発揮しようか。とりあえず相手の方が優勢なのでこちらは引き気味に戦うわ。中央と左翼の要所は相手に取られてしまったな。左翼は信清と義頼の娘の光ちゃんとウッディに任せて、中央は信長一人でなんとかやれるっしょ。とんでもなく雑。そして右翼は明智秀光くんが一人孤立してたので挟んでやったわ。ここは義頼と佐久間信盛でいけそうだな。そして黒人衆はすぐ帰っちゃうし何させたらいいかわからない。初めてバイトしに来た高校生かよ。伝令、楠木正虎隊が撤退しました。忠誠低くて早めの撤退助かるわ。なんかまがらなお鷹の攻撃力上げてしまってるんだが、まあなるようになるでしょ。完全に投げたなこいつ。そして右翼の方は明智秀光を撃破。こっちはなんとかなりそうだな。あともう一部隊敵が来てるから早く片付けて左の援護に回らせたいわね。そして中央では信長と明智光秀の熱い対マンバトルが勃発中。おお、ある意味因縁の対決だな。まあ忠誠低くって明智すぐ帰っちゃうんですけどね。間違って光秀討ち死にしたら本能寺なくなるし無事に帰らせたいな。あとはフリーになった信長を左翼に回せばなんとかなるわね。まがらなお鷹を指示にしてしまったな。武竜87と朝倉家の中で一番高かったから欲しかったのに。まあ前回あれほどいいの入ったんだから今回はさすがにな。明智光秀とまがらなお鷹がいなくなればあとはこっちのもの。この後次々と敵を撃破していったわ。他は姉が皇子家の初期メンツと変わらんようなもんだしな。それならこっちは信長がいる分勝てるわな。嫌味かき様。嫌味だよ。まあいいわ。もう少し勲功が増えれば安政や半兵衛を出せるか。伝令、ノップが朝倉影面を討ち取ったようです。信長さん無闇に武将を討ち死にさせるのはやめてください。恨まれるのこっちなんですよ。信長張り切ってんな。あとはスカスカになった後口を破壊してゲームセット。姉が皇子家初の大きな合戦は相手を圧倒して勝利を収めたわ。ほとんど織田のおかげが抜けてると。いやいやこっちもめちゃくちゃ頑張ってましたから。信長の一人部隊じゃねえかよ。もう我が軍の勝利なのに文句が多いわね。姉が皇子マリサはだから名乗ってねえつってんだろ。ほら、神聖で一番気持ちいい瞬間、威風の時間よ。今回は威風中が発動したから何個か城取れたみたいだな。さすが松平くんは私たちが東大の覇者だってわかってるわね。家康は見る目がないようだな。お前の主は誰なんだよ。そして今回の威風で取れた城は2つね。大野城と鳥越城だな。一条谷城は本拠だからさすがに取れなかったわ。まあ威風で城2つでも取れたのは大きいな。そうね、軍の開発を壊さずに済むから内政の手間が省けるしね。お、忠誠下がってた楠木正虎を引き抜こうとしたら城ごと寝返ってくれるみたいだぞ。なんと、
こういうパターンもあるのか。城一つただで手に入るなんて最高じゃない。これは何としてでも成功させたいな。交渉の結果、金沢ごぼうを5年間所領&貯金2400で成立したわ。思っていた以上に安くついたな。いつもなら20年間所領&とかだしね。上杉に取られる前にここを取れたのはでかいな。これで心置きなく西へ進軍できるわ。半年後。伝令、楠木正虎が統計を見限り金沢ごぼうごと上杉家に寝返りましたわら。何やろ天然、このムーブどこかで見たような。もう頭きたわ。一条谷城落としてやる。そこは金沢ごぼうじゃないんかよ。一条谷城は敵の本拠なので今回も甲状腺回避術を使うわ。前回の斎藤の時に使ったやつだな。甲状腺は勝てば威風も発動してお得なんだけど、こちらはまだまだ甲状腺で勝てるだけの兵力は持ってないわ。攻める側は相当の被害が出るみたいだからな。そして今回はちゃんと足止め戦術を使って軒口を破壊できたわ。足止めって決まれば機動力が1になるから全く動けないんだよな。このように敵が1部隊だけの時は被害を抑えられるから狙っておきたい戦い方ね。霊夢さんは敵味方問わず被害を抑えたい考えなのですね。私と気が合いそうです。そうよ、騙されるな。半兵衛こいつの本性はただのゴリ押しデストロイヤーだぞ。ちょっとアネマリちゃん言ってる意味わからないわよ。ほほ、いや、すんな。それであの後もう一つ小規模の合戦を終わらせて一条谷城を落としたわ。朝倉との戦いは恐ろしいほど順調だな。まあさすがに上杉と比べたらね。あ、ちなみに今回も信長さんが自ら攻略の手伝いに来てくれました。ありがとうございました。ありがとうございました。さて、一条谷城を落としたことでとある問題が発生するわ。とある問題？察しの言い方は気づいてるかもしれないけど、朝倉家滅亡のイベントフラグが潰れたわ。ああ、一条谷城が朝倉家の所属じゃなくなったからか。でもおかげで織田が朝倉を簡単に飲み込まずに済むからいいんじゃないのか。まあこのイベントだけを見ればね。残念ながら本能寺の変のイベントも折れてしまったのよ。マジかよ。つまり本能寺はもう燃えないわ。それ大丈夫なのか。他にも色々とイベントフラグ破壊してそうだからどうなるかわからないってのが正直なところね。 AI はイベントが発生するように動きを抑制されてるからな。まあでもこういう考えもできるはずよ。これから起こっていたはずであろう信長の被害者たちを救ったと。加害者がこっちに変わっただけだろ。とりあえず中途半端に残った大小事情と朝倉山城を落としに行くわよ。もうここは孤立してるから援軍出せないし余裕だな。ようやく安政と半兵衛を城主にできたし、もう朝倉との戦いは消化試合ね。大野城での合戦の威風で勝負ありだったな。そして進軍中に義頼の娘の忍ちゃんが元服したわ。ちゃっかり姉が工事生になってるし、これで義頼頼綱がなくなっても姉が工事の名は途絶えないわね。負の歴史はまだまだ消えそうにないな。それで話は戻って大小事情と朝倉山城は問題なく攻略したわ。これで朝倉の残る城は二つのみとなったな。信長にラストヒットされて武将総取りされないよう、体制を整えたら残りの城も取りに行くわよ。さっき落とした二つの城が統治範囲外だったから政策を発令していくわよ。政策と統治範囲がどう関係してるんだ？合計政策レベルを14まで上げたら天魔星の政策が解放されるのよ。この政策は大名軍団の統治範囲が広がるようになるわ。なるほど、まあ金に少し余裕もできたし適当なの発令すればいいな。てなわけでついにあの国士の地を発令しちゃうわよ。これで管理が受信芸上の勢力との外交姿勢が良くなるわ。まあ今をだとしか外交できないんですけどね。マジで今一番必要ない適当なやつ選びやがったよ。でもほら、月額料金100円という超破格のお値段だし政策レベル上げにちょうどいいわよ。それはつまりそこしか使いどころがないということなのでは。やんごとなき我が家名を世にたたえよ。周りの大名らも一目置くであろう。ちなみにこの人織田に心中してます。恥ずかしい。しかし心中していたとしても今勢いのある大名というのは事実。金ヶ崎城との千瀬山城を落として朝倉を滅ぼすわよ。織田が動く気配がない今がチャンスだな。今回は金ヶ崎城に破壊工作まで仕掛けたわ。減りすぎだろ。完全に破壊するつもりでしたが少々しくじりましたね。いえいえ。そしてこの後特に何事もなく城を制圧。朝倉をあっさり滅ぼしたわ。斎藤の大垣城を落としてからすごく順調にことが運んでいるな。朝倉でつまずいてたらこの先どうすることもできないわよ。まあこれから上杉とかと戦うことになるだろうしな。ノーマンジュたちよ。あらどうしたの？この前国士の地を発令したじゃろ。あれで周りの大名たちがわしらのことを訳するようになるはずじゃったのに、なぜか鼻で笑われるだけなんじゃが。当たり前だろ。そこでな、わしはなぜ鼻で笑われるかすっごい考えたんじゃ。そりゃ独立してないしね。そう、独立してないからなんじゃ。よくすぐ答えられたな。わしは3日かかったのに。よりつな、早く来てくれ。つまりじゃ、お題の心中が終わればもう鼻で笑われることもなくなるということ。今日から姉が工事家は織田家から独立する。父上。父上。父上。おめえは違うだろ、引っ込んでろ。
はい、ということで朝倉を倒したらなんと本当に独立することになっちゃいました。もうこれだけ勢力広げてたらそりゃ独立することになるわな。もっと信長から甘い汁を吸いたかったわ。完全にお前の中の誉れは消えちまったんだな。まあとりあえずこれからはいろんな勢力と外交とかしながら勢力を広げていくことになるわね。ようやく戦いが始まった感じだな。とりあえず私たちを鼻で笑った奴に中納言パンチを食らわせてやるわ。そんなんだから鼻で笑われるんだろ。1564年。あれ？時が3年ぐらい戻ってるぞ。そしてなんだこの戦国時代に似つかわしくない BGM は。はい、本日も始まりましたよりつな人さらいのコーナー。なんか急に始まったぞ。あまりにもよりつなのスカウトが優秀なのでコーナー化しちゃいました。はぁ？ちなみにこのコーナー残念ながら今回で最終回となります。すまん、私もう帰っていいか？まあまあそんなこと言わずサクッと終わらせるから。じゃあまずは今回の一人目は浅野長政。ご奉行の一人じゃねえかよ。災害の被害を抑えてくれる防災を持っているし税務も高いから普通にありがたいわ。そしてお次は横山機内。なあ霊夢、一つ聞いていいか？ダメです。ダメなんかよ。ほんと、このガチャ当たりしか入ってないのかもしれないわね。とんでもねえ引きしてやがるぜまったく。三人目は大久保長康。お前チート使っただろ。通報するわ。使ってるわけないでしょ。完全に内政要員だが税務90はそばに置いておきたいな。そして彼も防災持ちで助かるわ。そして4人目は前田源氏。おいまたご奉行かよ。ちなみにこの辺りで隠国東洋ではない普通の東洋で真下長森を引いたので5分の3奉行になりました。そこは3奉行だけでいいだろ。で、5人目は青山忠成。あ、ようやく能力値70超え武将じゃなくなったな。連続記録は9人で止まったわね。まあ彼は跳躍の成功率が上がる暗躍を持っているから反米と組ませられてとてもありがたいわよ。そして最後は稲富助直。当あては素晴らしいが能力値はなんだか安心する値だな。頼綱の露骨な人間悪意を感じるわね。人間に決まってんだろ。とまあこんな感じでオチも微妙な感じになっちゃったしこのコーナーはこれで最後にします。まあでも頼綱の優秀さは十分伝わったな。朝倉を楽に倒せたのも彼の人さらいのおかげでもあるしね。もう私はお腹いっぱいよ。そうだな、私ももう十分堪能させてもらったぜ。しかし霊夢たちはまだ気づいていなかった。頼綱がまだ人さらいパワーを貯めていたことに。次回、頼綱、最後の人さらい、お楽しみに。そして良ければチャンネル登録、フォロー、高評価をしてくれると嬉しいです。それではご視聴ありがとうございました。それじゃ、またねー。